日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はカレーライスについて。はい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 、暑いですね。夏です。夏、皆さん元気ですか？夏はカレーを食べたくなる。ちょっと変ですね。カレーライス、ね、カレーを食べるとちょっと暑くなりますよね。辛いし、たくさん汗をかきますね。だけど夏に暑くて辛いカレーを食べて汗をかくと気持ちがいいんですね。そして夏はちょっとこう食欲がなくなる。食欲というのは食べたいと思う気持ちのことです。食欲がなくなるから、こうスパイスのいい匂い、スパイスのこういい香り、これがするとちょっとこう食べたくなる。夏にこう道を歩いてると、まあいろいろなカレー屋さんから、ね、日本っぽいカレーとかインドっぽいカレーとか、そういうカレー屋さんからいろいろなこう匂いが、スパイスのいい匂い、クミンとか、そうですね、クミンの匂いはいい匂いですね。クミンね、あとカレーパウダーとか、あとニンニクとか、いろいろなチリ、いい匂いがしてきますよね。あ、カレーを食べたいね、そう思う。で、夏はキャンプの季節ですね。キャンプで、キャンプの時に日本ではよくカレーを食べます。カレーを作る、カレーライスをみんなで作る。アメリカとかではまあバーベキューとか、まあそういうのでしょ。肉を焼いたりとか、ハンバーガー作ったりとか、ホットドッグ作ったりとか、多分ね、わからない。でも日本ではまあキャンプの時の食べ物ナンバーワン、これはカレーライスです。僕も子供の時に初めてキャンプをした時、カレーライスを作って食べました。友達たち、学校ですね、学校のキャンプですね、クラスメートと一緒にカレーを作った。とても美味しかった。はい、いい思い出ですね。もちろん日本スタイルのちょっと辛くないカレーですよね。たくさん食べた。はい、夏はカレーの思い出がありますね。夏はいつもカレーライスをたくさん食べた思い出がある。はい、皆さんはどうですか？カレーが好きですか、ね、たくさん食べた思い出がありますか？まあ日本のカレーは今たくさんの国で食べられますよね。ココイチとか、ね、あ、なんかカレーの話をしてたらカレーが食べたくなりましたね。最近こう食べ物の話が多いですけど、楽しいですね、食べ物の話。はい、まだまだ続けてみたいと思います。それではチャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。